こんにちは、スプリングです。私は今、ちょっと声がこもってると思います。すいません。福岡県は那珂川市、こちらは博多総合車両所並びに、博多南線の博多南駅というところに来ております。今ね、新幹線が横に止まってますね。今私乗ってるのはレールスターの車両を使った。この後ね、博多に着いたら新大阪まで行く小玉号ですね。一応この区間は小玉ではないようなんですが、出発をしていきました。新幹線いっぱい止まってますね。いや実はですね、今日衝撃の発表がありまして、なんと500系がですね引退をしてしまうと、それが確定をしたようです。奥には今日はやる気がないキティちゃんが止まっておりますが、いやこれですね、今日のプレス、午後の2時ぐらいでしたかね、発表された分になります。この一部500系というふうに書いてますよね。まあ引退とはここには書いてないんですが、その他の情報によると500系は2026年までに、まあ、26年度ですねまでに4編成引退としてしまうようです。まあちょっとね、携帯に入ってた500系の動画が2本しかなかったので、どうしようかなと、これを皆様に、まあ、お伝えするというのは皆さんご存知かと思いますが、ちょっとね今回最速の席別乗車をしてまいりました。プレスの発表が午後2時頃、そして私が知ったのが午後2時半ぐらい、そして私が乗ったのが午後3時9分発の博多発の南、博多南行きということになっております。いやー、ちょっとね、500系がこうやって引退をしてしまうとちょっと寂しいですよね。先日ね、500系が望み運用に入りまして、それを撮影をしたと、まあ、その動画はね結構皆様に見ていただいて、ありがたい話だったんですが、今回はその500系が引退をしてしまう報道が出ました。いやね、というわけで博多駅に戻ってまいりまして、もう一度ね博多駅から博多南までの切符を買いまして、今から乗りますのはこの500系。今回この編成は、幸い500系の V4 編成、そうですね、 GTO-VVVL がついたあの素晴らしい音のする車両となっております。というわけでね、ちょっと写真を撮ったんですが、現像がねパソコン持ってきてないので、できなかったので動画だけという形になってしまうんですが、博多南駅というふうに書いてあります。先頭車両1号車になります。いやでもこの独特なフォルム、戦闘機とか例えられますけど、かっこいいですよね。この側面丸みを帯びたフォルム、ついにこいつも消えてしまう運命なんですね。まあそら登場からね30年近く経ってる、まあそういう車両になりますからね。まあ今後は N700 系の SA だったかな、ちょっとどっちか忘れましたが、それを短くして、それが小玉運用に入るということになるようです。隣には九州新幹線用 N700 系、ちょっとね今回これ乗っていきますよ。まあ、ちなみに500系の VVVL とか GTO ですね、それがついたあの素晴らしい音がする車両は今走ってるうちでは、2編成ですね。今映っております、500系の V4 編成、それと V9 編成ですね、それが、素晴らしい音を奏でるんですけど、いやーきっと、まあ、私の憶測でしかありませんが、この GTO 付きの車両は早いこと引退しちゃうんじゃないかなと思うんですね。まあ、たまたまね博多南から私博多に帰ってきて、500系いつ来るかなと思ったらすぐ来ることが分かりましたので、すぐね切符を買い戻したって言っても意味分からない、切符を買いましてもう一度戻るとそういうことでございます。もともと戻る予定なかったんですけどね、せっかくなので皆様にその音をお届けしようかなと思っております。まあ、その間ね今回動画としてはこの後ほどこの博多駅から博多南駅まで、まあ側面の展望という形でね、ずーっと流していこうと思います。その間私は BGM の、音楽と一緒ですね、 BGM を私が喋るのもやめようかなと思いますので、まあ、デッキで今回収録しましたので、まあいい音が聞こえるんじゃないかなと思います。というわけでおしゃべり終わります。
というわけで博多南駅に到着いたしました。素晴らしい音でしたね。ちょっともう涙が出そうでございますよ。まあこれが聞けなくなってしまうんじゃないかと、私はそういう危惧をしておりますが、この列車ね、この博多南線って割とここに到着をして、そこから折り返していく運用と、このまま車庫に入ってしまう運用があるんですね。まあ、この500系は今回、車庫に入っていく運用のようですね。いやー、このノーズがかっこいいですね。というわけで、この出発をちょっと見てみようかなと思います。ちなみに、この後警笛が鳴りますので、皆さん、びっくりしないでくださいね。もうあと2秒ほどで鳴ると思います。まあ、この博多総合車両所の構内に入っていくということなので、まあ、あんまりね GTO のいい音は聞こえなかったかなとは思うんですが、いやでも最速の、まあ、おそらく最速だと思いますよね。この GTO の車両に乗ることができました。かっこいいですね。まあ、この構内ずっと進んでいって奥の方に留置されるんですかね。なのですごいカーブを描いて曲がっていきますよ。まあ、動画は私これで終わろうと思ったんですけどね、この後もう一回切符を博多まで買いまして、まあ、博多駅に到着をするとレルサー買いに乗ったんですけど、ね、また500系来るんですよね。おわ、余計来るわと。そうですね、なんか2時間連続で500系の運用があるみたいですね。16時9分発のようです。ちょっとここ見ていきましょう。というわけで、まだまだ博多駅16番線やってまいりました。向こうの方にはツバメが出発をしていきましたね。というわけで、今回こっちはね、V9 編成なので、まあ、IGBT ですね。なので、音は違うので、ちょっと聞き比べという形で見ていただこうと思います。いや、やっぱかっこいいですね。というわけで、500系、最後まで無事走ってくれることを祈っております。というわけで、ご視聴いただきありがとうございました。本日も動画をご覧いただき、ありがとうございます。こちらのチャンネルでは、鉄道写真をテーマにした動画を投稿しております。動画がいいなと思われた際は、チャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いいたします。過去の動画もぜひご覧ください。